はい、どうも、マグマグマグロンと申します。はい、今回は、このシングルプレイドラフト、ちょっとどういうのか一回やってみようという話で、前回ね、一応やると宣言したのでやってみます。1万5千枚のコインを使って、1万5千枚を超える量の、おそらくパックが引けるんじゃないのかなと思っております。ちょっとやったことないんでね、わかんないんですけど、やってみたいと思います。4連勝すればいいんですけど、マグの実力でできるかどうか、それも、お伝えしたいと思います。コンピューター戦なんでね、ちょっと強いかもしれないですね。一人用 FIFA なんで少しジャンルを広げたい。ほら、やっぱりこの、気楽に遊ぶ方向け。ちょっとこれでやってみましょうかね、セミプロでね。負けちゃうか。負けちゃうかもしれないけど。じゃあちょっとセミプロでやってみます。マグの実力はもうちょっと下なんですけど。何これ。システムを選択すると途中変更はできません。ごめん、普通のでいい。で、どういうのかよくわかってないんだよね。キャプテンを選ぶ。あ、自分のチームで戦うわけじゃないんですね。なるほど、なるほど。キャプテンはドラフトする選手の中で最高の選手の一人。キャプテンを選びましょう。うわ、俺の嫌いなフォワードがいる。わかりました。じゃあ、誰にしよっかな。でもね、442にしちゃったんだよな。442にしちゃったんだよな。じゃあ、アンリ2世。ムバッペじゃなくて、わかんねえや。アントニーだっけ？アンソニーだっけ？どっちだっけ？マルシャルでいきましょう。ケミストリーも関係があるのね。え、これはどうしたらいいの？一個ずつ選ぶの。そういうこと。プレミアリーグがいた。よかった。これをしていくしかないのか。うわ、結構大変。じゃ、一人ずつ選んでいくか。あ、モンレアルー。モンレアルー。モンレアルでしょ。センターバック。なんならスペインでもいいのか。プレミアリーグでオタメンディにするか。これ、フェルナンデスにするか。本来はこっちの方が能力高そうだけど。もういいよ、オタメンディにしてあげようか、じゃあ。プレミアで縛るか。なんか、もしかしたら、いなかった。あ、プレミアリーグ出身がいない時もあるんだ。こいつしかいない。あ、銀になっちゃった。銀になっちゃったらもう誰でもいいじゃん。ブンデスだからと思ったらスペインの人だった。バカ横かフェラーニか。バカ横。ワード10、お、なんかすごいのがいる。ハリー・ケインはね、ウィーレで引いたんだね。だから、ルカクの方がいいか。初めて黒カード使うわ。デンベレ。うわ、こっち結構ひどいな。プレミアリーグはシャキリ、あ、でもシャキリ好きだよ、結構。ちっこいし、足も短いんだけど。すげえ戦えるよね、この人ね。テクニックもあるし。あれ？
あれあれ、プレミアいないっすか。ここに来てプレミアいないっすか。じゃあ、単純に使ってみたいフォワードにするか。まあ、一応、ベルギーつながり？これもいいか。85になったよ。じゃあ、これで遊べと。4試合以上これで遊びまーす。これは見事なパスカットです。ここで網にかかる。ジェルダンシャチ、ルカク、ルカクがスルーパスを出しました。マルシャル、さあどうだ。どうだ、うしょマルシャル、最初のゴールが決まりました。どうだ、うーしょー、マルシャル、大丈夫かな。ドラフト1試合目、大丈夫かな。ドラフト1試合目、キーパー届きません。狙いすましたシュートがネットに突き刺さりました。キーパー届きません。結構早いね。狙いすましたシュートがネットに突き刺さりました。最高のコースに飛びましたね。まさにファインゴールです。よしよし、大事な時間と言われる。これもやっぱりあれなのかな、クロスとか頭とかウィークリーポーション。観客がちらほらと見られる中、後半戦がスタートしました。いい形でゴール前まで持ってきました。ナチョモンレアル、マルシャル、メルテス、オッケー、おーしょー、面白いパスの回し方したな今。さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。丁寧に決めてきましたね。このコースに打たれてしまったら、さすがにキーパーはどうしようもないですね。あそこでクロス上げる気はあまりなかったんですよね。なんかこうボール奪われるかなと思ってプレスしてたらああなったのか。まあラッキーゴールでしたね。バツボタンを押しながら突っ込んでってたんだ俺。だからあんなパスになっちゃったんだね。いいでしょう、いいでしょう。さあ、強引に切り崩してきた。おや。何が狙いでしょうか。狙った。あ、ルカクなんだよ、思いっきり。ゴールゲット。怪我してる。大丈夫。こんな近くで持たれたら、なすすべなしでしょう。もうちょっと距離あってもいいか、ルカクだもんな。なんか、ドカーンっての決めたいね。今日の試合は圧倒していました。一個持ちすぎたか。ここ余計だったかな。完全に優勢ですし。この距離でも思いっきり。力の差が見てわかりますね。いや、こんな距離で思いっきり蹴られたらもう、命の危険だわ、本当に。本当に。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。緊張感が増してきます。アントニー・マルシャル、サイドへ展開。ドリブルで相手を揺さぶります。素晴らしいパス、おしょールカク、素晴らしいシュートだ。あそこまで行くとね、あのなんかスプリントさせちゃうと決定力がなんか下がるみたいですね。なんかありえない外し方をこないだしたんで、ジャカが。これでなので、あそこまでえぐったんだったら、もう打たない方がいいっすね、あの人は。なので、ルカー。この位置で打つとね、なんか大外しするんで。試合外の様子を見ていても、うまくいっているチームというものは表情が違いますね、福西さん。はい。監督と選手の間のコミュニケーションがうまく取れている選手も何を求められているかをしっかり分かっているようですね。ドリース・メルテンス、え、そっち、メルテンスがスルーパスを通した。絶妙なパス、オッケー、綺麗な弧を描いた。仲間が誰も来てくれない。おー、シャキリ、シュートはディフェンダーに当たってコースが変わりました。これはどうしようもないですね。いいでしょう。したんでしょうが、よしよし、まずはドラフト1試合目、なかなかの大量得点になりましたね。これで難易度上げられちゃったりとかするのかな。そうされちゃうと結構こっちは
困るんだが。中央にクロス。はい、勝利。ドラフト1試合目は勝利で終わりました。これで何かもらえんの、うん、全部終わってからじゃないともらえないのかな。まず1試合勝ったら何かもらえんの。あ、お金は普通に500。あ、これしかも自分のチームの選手は使ってないわけか。そういう意味では 年俸というかそれを払わなくていいぞ。出足が鋭い。カットします。これはもったいない。ボールを失いました。走り込んだ味方にスルーパス。オッケー、ルカー。前半もまだ30分以上残っていますが、あのタイミングでもクロス上げてもなんか入りそうだもんね、ルカーが。両チームのゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。よし、2試合目も順当に勝てそうだな、こりゃ。ディフェンスはマークにつき、ね、メンバーが強いと動きが違うんですね。一瞬の隙を見逃しませんでした。やっぱね、右のね、この メルテンシャキリの2人がね、やっぱねスピードがあるんでね、気づいたらいいとこ走ってくれるんですよね。でも勝つだろうね。運びゴールに襲いかかります。取れちゃった。見事な試合です。おー、誰もいない、誰もいない。メルテンス、さあどうだ。よいしょ、まさか誰もいないとは。ああ、飛び越えちゃダメ、飛び越えちゃ。あ、でも地面ついてない、地面ついてない。なんか引きずりを戻されたけど、今シャキリにどういうパフォーマンスだな、それ。リプレイです。思わぬ形の失点と、ね、あ、レーダー見てないのに三角押しちゃって、ちょっと考えられない失点ですね。これはダメージが大きいですよ。ナイスゴール、ナイスゴール。うまく読んだインターセプト。ボールを運びゴールに襲いかかります。間に合うか。お、間に合った。素晴らしいヘディング。お、意外とヘディングゴールが増えていく。しかもシャキリ、あれなんか結構いいメンバー選んだかもしれない。よく押し込みましたね。ルカクのクロスだからね、また今ね、縦にもう一個ドリブルしたのはね、シャキリを待ったね、今ね。あのタイミングで上げたら間に合わないと思ったから。シュート集めた。ディフェンスに当たった。ドリース・メルテンス。ルカク通るかな、これ。マルシャル、さあどうだ。おお、通った。すごい、前半で4点。完璧です。これはちょっと、いや、4点目以降はもうカットでいっか。なんかね、ちょっとゴールパターンが違えば使おう。なんか同じようなゴールシーンばっかりになったらカットしていこう。完全にフライスルーでゴール。力の差が見てわかりますね。もうハイライトもカットだ。はい、マルシャルでした。チーム力の差が出てしまう。セミプロでもメンバーがメンバーなら勝てるのか。走り込んだ味方にする。はい、7対0でした。はい、2回目の勝利、あと2つ。さあ、スタジアムのテンションが上がります。審判の笛が鳴り、試合はここで終了を告げました。はい、勝利で、多分おそらくほとんどカットしておると思います。最初の1点ぐらいにしようかな。絶好調でした、ね、シュート9でゴール6ですからね。ちょっとね、やりこのゲームの主役でした、ね、セミプロマグ結構それでも勝てないんだけど、これメンバーがちょっとすごいんでね、黒の選手もいるし、そういう意味もあってやっぱり差がありますね。なので 9-0 という恐ろしい数字になってしまったので、ほとんどカットします。もうちょっとね、難易度1個上げてもいいのかもしれないですね。このドラフトに関しては
上げてみる。ああでもその割には意外と報酬低い。これで3つ目の勝利 507090。 次11対0で勝たなきゃいけないじゃんもうよし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 、危ねー、最後危なかった。この瞬間ゲームが終了となりました。4連勝ジェルダンシャチというと決勝はね、ちょっとなんか相手も強かったですね。あんな大量得点にならなかった。無傷の勝利、トロフィーゲット。はいはい、じゃあ何もらえんの？4連勝したよ。4連勝した。ドラフト何もらえんの？お、なんか出てきた。割れた。ん？映像が出ないの？プレミアムゴールドパックとジャンボプレミアムゴールドパックって書いてはあるんだけど。え、これ2つだけもらえるだけなの？映像の読み込みができておりません。ジャンボプレミアムとプレミアムゴールド。これか。え、でも15,000払って7500と7500のちょっと上位版。ん？プレミアムゴールドパックだっけ？ジャンボプレミアム。あ、書いてないか。まあ、とにかく、ドラフト、結局この2枚ね、ちょっと今映像映ってないけど、プレミアムゴールドパックとジャンボプレミアムゴールドパックの2枚をもらえるというものだそうです。なんだろう。15,000払う意味あるかな？わかんねえけど。価値あるのかな？もうちょっともらえるんだと思ってた。このプレミアムゴールドパックが何個もブラ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 っとくるのかな？なんて思ってたんだけど。って感じですね。じゃあやりましょう。プレミアムゴールドパックからいきます。ドーン。これで両方にこう分かれなかったら、ちょっとだいぶ残念な感じになっちゃうけれど。いいの頼むよ。分かれて、分かれて、分かれて、分かれて。日本。誰だ？犬い。まあ、いっか。知ってる選手だしね。花吹雪も出てくれたじゃないか。エイバルにいる乾をゲットしました。あとなんだ？ポルトガル。うわ、なんだ、稲本かと思っちゃった。ねえ、ルイス・セザール。あ、契約がいっぱい。ラツィオ。よいしょ、じゃあもらっとこう。乾もらっとこう。なんだかよくわからんけど。はい、じゃあ次。これはなんかちょっとさ、両脇にこう、観音開きで、開いていただけるんじゃないでしょうか。ジャンボプレミアムゴールドパックいきます。分かれて、なんかすごいの出て、なんか今ハロウィンなんでしょ。ハロウィンの出てもいいんだよ。彩りをさ、ちょっとさ、こう分かれて、分かれてくれない。センターバックブラジル、フェリペ。まあね、そうそう開かないですよ。ブラジルのフェリペ、ポルトガルリーグ。あ、でもカルチョ来た。カルチョローマ。ストライカー。知らない。有名なのかな？ごめんね。もう一人は、キンテロ。ゴールドレアなんだ、でも。もう一人は、ちょっと一瞬びっくりするルカク。さっきまで点量産してたうちの ルカクではないのね。で、まあ、ここら辺がさらっとこう。契約もいっぱい。シュート。これシュートって上手くなるの？お、バイエルンミュンヘンのホームなんていいんじゃないのこれ。お、ビジャレアル。重複。アクティブボールにするじゃなくて、クイック売却だな。いらないわ、もう。出品したって売れねえだろ。はい、というわけで、今回はドラフトやってみました。あ、今、ゴールドパックが開いた。ね。というわけでね、まあそういうシングルの遊び方があるんだろうけれども、なんだろうね。あんまり、なんだろう、やって得したって感じがあんまりないっすね。というわけで今週10月22日曜日の
フィーファー、一人用フィーファーでした。ね、また、来週の日曜日まで、おそらくやらないと思うので、平日にね、ここら辺の、デイリーを、ちょろちょろっとはやると思うんですけど、ちょっとね、今週忙しいだろうし、台風来てるし、ね、やれたらやりますって感じかな。で、次回はね、ちょっとこのチーム編成チャレンジやりたいですね。ちょっと、選手を買ってでもやろうかなと思ってます。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。